黒木宝介は大丈夫です。彼がそんなことをするはずがない。はい先生、任せてください。がっかりだね。正直なところ、どうやら君は僕の相手じゃなかったみたいだ。おでこくん、やっぱり俺じゃダメだったか。待って、驚きさん、あの証人は嘘をつくとき必ずある動きをするんです。驚きさんならそのくせ見抜けるはずです。そこだ。あなたは今嘘をつきましたね。すごいすごい、なんか科学してるって感じ。まさかこの俺に弁護を。真実を導き出す切り札、全てはあなたに懸かっています。弁護側はこの証人を真犯人として告発します。